それではただいまより、会の方を進行させていただきたいと思います。私は司会進行いたします事務局の田中と申します。よろしくお願い申し上げます。まずは、おやめください。大村秀明愛知県知事、愛知100万人リコールの会代表であります、高津勝也よりご挨拶をさせていただきます。はい、高津勝也でございます。高津勝也でございます。もうここにおられる方はもう大変な論客ばかりですので、自己紹介で一言っていうと、もう皆さんの質問時間なくなっちゃいますので、もう初めから、質問に移りたいと思います。先生方、自己紹介だけ一言だけよろしくお願いします。はい、じゃあそれでは百田先生お願いいたします。はい、入ってるか。入ってます？入ってない。まあ、スイッチが、あ、そこにそのスイッチが、これね、はいはい、百田直樹です。はい、昨日とって、高尾先生から、名古屋に来いと言われまして、何もわからんものに来ました。そんなことはないんですけども、まあ大村さんにはですね、私は愛知県人じゃないんですが、やっぱり日本国民としてちょっとこれ問題あるなと私は毎回思ってますので、まあ、高尾先生の、まあ、立ち上がった姿に、まあ、賛同して、今日はやってもらいました。また後で、いろんな質問をまた受けると思います。はい、じゃあよろしくです。はい、ありがとうございます。続きまして武田先生、よろしくお願いします。武田恒康です。昭和天皇の、写真を焼いて踏みにじる作品を公金で、展示したということはですね、しっかりと責任を追及しないといけないと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして有本先生、お願いします。非常にいろんな問題があったというふうに認識しております。今武田恒康さんがおっしゃった、昭和天皇に関する映像展示ですね、これがほとんどマスメディアで報道されなかったことで非常に残念だというふうに思っておりますのと、それからもう一つ私が自分の、まあ、取材を通して問題だと思ったのはですね、実行委員会は、この企画展、表現の不自由展の企画展の内容を隠して出すというふうに言って、作者にもその出品の際にですね、そういうことを言っていた。これはその補助金を申請して、行う企画展としては非常に不適切ではないか、まあ、非常に強い言葉で言えばですね、補助金の詐取に当たるようなことではないか、つまりこの企画展そのものというのが、まともな立て付けで行われたのではないのではないかということに私はずっと疑念を抱いております。ですからこのことについてですね、きちんと大村知事がお答えになっているというふうにはちょっと感じられないものですから、そのあたりをまた先生と問題意識は共有しているという立場です。はい、ありがとうございます。続きまして武田先生、お願いします。武田邦彦です。中部大学の特任教授をしております。私は学問をやっている立場ですね、学問の自由とか芸術の自由といった内的精神的自由を守るというのは非常に重要なことだと思っておりまして、まあ、そういう考えのもとで高津先生のこの活動に、ね、賛同いたしました。賛同いたしました。はい、ありがとうございます。それでは今も冒頭大学でですね、ご説明がありました。本日記者会見、この皆様方の方に資料をお配りしてあると思うんですが、設立趣旨等々ございますが、もう最初から各、記者の皆様方の質問で、この会見を進めていきたいということで説明させていただきます。まず最初に冒頭、幹事会社の CBC さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。幹事社の CBC です。まず、今回の会の設立の趣旨につきまして高須委員長からご説明いただけますでしょうか。はい、もともとすぐリコールを出したかったんですけど、ちょうど武漢ウイルス肺炎が流行し始めたところで、それどころではなくなって、ちょうど6月になって、で自粛も少しずつ緩やかになってきて、で警報もとりあえ
全を見ながら始めよう。で、周知はもう一番最初のに起こった一番起こったのは愛知県民として恥ずかしいで、とにかく武漢肺炎が流行った時も何かあると愛知県民が何かしたんじゃないかというのが一般的に刻み込まれて、僕は愛知を愛しておりますんで、それがとにかくそれの元をたきつけたのは大村知事だって明らかなんで、一つ一つ僕はツイッターで今までくどくどと自分の愚痴を言い続けてたんで、聞かれればいくらでも答えられますけど、まあ言ってみれば国にとって恥ずかしい、愛知県民にとって恥ずかしい、そういうようなことをしてくれる知事は支持できない。で、県民に現実を知っていただいて、で改めて判断を仰ぎたいと。で、地元の人たちっていうのは今CBC と中日新聞が全てだと思ってる人たちがたくさんいるもんですから、自分は愛知県民で、その2つのメディアはもともと子供の時から大好きなんですけど、いろんなものを見てるうちに愛知県民に目を覚ませていただきたいと思って声を上げたわけでして、これからいろんなことをみんなに知らせていただくのに、メディアの皆さんも愛知県民に届くようにやっていただきたいなと思います。もちろん批判は自由でありますけど、天皇陛下の写真に火をつけて燃やしてそれを踏みにじったりから、我々を守るために亡くなられた英霊を辱めるような作品を芸術作品として我々が払った税金から補助を与えるということ、それが一番許せないことです。もちろん武漢肺炎に関していくつかの不満はございます。でも設立の趣旨というのはこのウイルスが蔓延する前から私が持っていた信念でございます、ね、ということでございます。はい、よろしいですか。はい、じゃあそれでは続きまして挙手していただきまして、お尋ねしたい、先生のお名前と会社のお名前を、よろしくお願いいたします。それでは始めさせていただきます。ご質問、はい、よろしくお願いします。共同通信の加藤と申します。高須先生もしくは分かる方に答えていただきたいんですけれども、トリエンナーレの不自由展をめぐっては名古屋市の河村市長も内容に関して批判をしているわけですけれども、今後リコール運動を行っていくにあたって河村市長と連携されていくようなお考えというのがあるんでしょうか。はい、お願いします。もともといつこの運動を起こそうかということは僕は思っていたんですけど、今回のこのきっかけになったのは河村市長から名古屋市を相手取って大村市長がこのトリエンナーレに払った不払い のお金を払わなければ裁判を起こすと言って、本当に裁判を起こされて、それを河村市長が非常にお怒りになられて、こんなことを許してええんかがええんかねと言って電話をくださいましたんで、なるほど、じゃあ僕が先駆けでこのリコール運動の声を上げましょうということで、もちろん
長もの、あのご意思を尊重してやっておりますので、私はただあの先駆けで突撃するだけのことでして、もしかしたらあの皆さんが引いてしまわれたら一人で討ち死にすることになりますので、もちろんあの返り血を浴びて死ぬのは本望でございますけど、できることなら皆さんにあのその本当の姿を分かっていただいて、河村市長も身を捨ててあの協力していただきたいなと思うんでございます。でもあのまだそれは河村先生は今日はここにはおいでになりませんので、また別にあのお聞きください。はい、ということは河村市長もあのこのリコール運動を起こすことについては以前からあの把握していて賛同はしてくれているということなんでしょうか。以前から把握ではなくて、あの起こすということをあの現実にあの活動し始めたのは昨日でして、昨日あの河村先生とそれから、うん、あの事務局の皆さんたちが、はい、あの私の別荘にもいるようになりまして、お話して、その場で あのではやろうということを決めて、それからあのプレスリリースはやってあったみたいですけど、僕も来れるかどうかわからないし、それからあの今日おいでになった先生方は、僕が昨日の4時に皆さんとお会いしてから急遽連絡を取って直接あのご返事をいただいた、あの武田邦彦先生以外は全員僕が直接あのご連絡を申し上げた方です。質問お答え、あ、質問です。これでよろしいですか。まだあの間違ったこと、あの聞きそびれたことがありましたら、あの言ってください。吉さん、はい、OK ですか。はい。失礼しました。今の質問とも若干重なるんですが、その河村市長、まあ、ここに出されているその会の設立趣旨3つ、1、2、3いずれもその河村市長との主張とも、まあ、一致するところだと思うんですけど、ね、はい、まあ、市長も趣旨に賛同されているということでいいんですか。その通りです。あの河村市長の考えておられることと私の主張とはずれているところは一つもありません。ということはですね、そのこの、はい、愛知未来を作る会ですか、この会の活動に市長はどういう形で今後関われるというふうにお聞きになっているか、今予定されているんでしょうか。僕の誤解だったんですけど、僕はあのこの場に河村先生も一緒にお座りになって皆さんの質問をお受けになるとばっかり思ってたんですけど、あれはあの僕実際には3時間近くあのお話したんですけど、それは僕の早とちりで、あの市長はここにはおいでにならなくて外であのそれをあの見守ってくださる立場だということが後から分かりまして、だから僕のツイッターにはトップにあの河村先生を書いちゃったんですけど、あれはあのあれ河村先生の考えておられたことと僕の考えてたことの微妙なズレです、はい、僕の間違いです。だから趣旨としては賛同されてるんだけど、はい、会の中には入らずに外から見守るというか応援するということなんです。入っておられるのか入っておられないのか事務局の方にお聞きください。河村市長の方はですね、こちらの水産体の方には、関係はございません。ただし活動等におきましては十分理解されていますので、今後の、活動にはご支援されると思います。今日のですね、記者会見終了後には、高津代表をはじめ、市長さんに協議訪問を、行きますので、そこで連絡が話をされるのかどうか、まあ、リコール等については市役所はできませんが、あのそういう形で、ご訪問されることになっています。はい、
時事通信の鈴木と申します。いただいた資料で活動計画というのは書いてありますけれども、改めて今後の活動方針と100万件のリコールに向けた自信のことというか、実はまだ昨日お会いしたばっかりで、その作戦についてはですね、細かい詰めは何にも僕とはしておりません。僕の方の副案としては、短期決戦で一気にやってしまうつもりで、できること、もし可能なら、今質問してくださいました中日新聞に意見広告を出して、それにサインして判子を教えてくれれば、これでリコールが成立するように一瞬で決めたいなと思ったんですけど、そんな素人の考え方ではあかんがやとおっしゃいましたんで、専門家にお任せすることにしました。実際自分で考えているのは、メディアに触れるチャンスのない方たちに心を伝えてやるあげれば、すぐ一瞬で僕決まることだと思うんです。ウェブを使った投票だとその場でタタタタッと出てきます。本当に中日新聞さんが協力してくれれば一瞬で済むことだと思うんです。もし広告が出せるものだったら、すぐ広告を出してそこに署名捺印をしてくださって、で管理委員がそれを提出した、それだったらもしかしたら1日で済んじゃう話じゃないかと思うんですが、計画をさっきお聞きしましたら来年実行できるかもしれんって言って、いやそんなことやってたら戦争だったら間に合いません。もう電撃戦でやりたいなと僕は思ってて、そういうことで一番最初の声を上げたんです。だから100万票ぐらいは集まるんじゃないかと思うんですけど、テドロス事務局長みたいに100万票集まってもケロッとしてる人たちがいますから、ウェブで集めたのは無効だっていうのはよくわかります。でもサインするんだったらチラシでも新聞広告でも何でもいいから、直接書類を手渡したいっていうのが僕の気持ちです。もし皆さんは報道の方ですから、会社の方針には全く関係ないことは分かってますけど、経営者だったらぜひ聞いてほしいと思います。前の中日新聞の小出君はクラスメートですんで、もう辞めてしまいましたけど、自分が知っているメディアだったら頼むぜって言って頼みたいところです本当に。次の方、小林さん。どうですか。はい、お願いします。朝日新聞の方が来ています。今の質問と関連するので、多摩選挙にお聞きしたいんですが、受験者、100万人を目標にされるとあるんですが、現段階でどれぐらいの目処が立っているのかというのと、あと、選挙の代表者は、あなたが務めるのがすでに決まっていれば、事務局の方が承知しておりますと思います。僕は全くその選挙に関わったことはないし、これは選挙ではないんですけど、選挙に準ずるものだというふうに皆さん間違って捉えられてるみたいで、田村市長の方から今日は市長のところに表見訪問を先生方にお願いしたいって聞いてて、でそのつもりだったら、なんかこれは選挙法に引っかかるからって職員の反対があってなんか揉めてたみたいで、先ほど来てもいいよって決まったみたいで、僕の方はむしろ逆で、先生方お忙しいから行けないかもしれないよってんで流動的に考えていたんです。だからもしかして質問が長引くようだったら表見訪問がなくなっちゃっても僕はいいと思ってたぐらいですけど、そういうわけでいろんな僕の知らない障壁がいっぱいあるみたいですので、それは事務局の方にも聞いてください。全く素人ですから、こういうものについては。そうですね。はい。
100万人の、目標数値につきましては、実は10年前にも名古屋市の方で市会議員のリコールがありました、その時においては街頭において30日間という中でですね、各、市議、ご協力された皆さんが街角で、署名を取って、実行したということですが、あれから10年だって今、大変皆さんの方今そうですけども、SNS、またネットワークが非常に充実した社会になっております。例えばですよ、例えば高橋先生の今、ツイッターなんかを大きくすると80万人、70万人のフォロワーが見えます。で、あと河村市長も20万人ぐらいのフォロワーが見えます。その中でですね、まず請求代表人ではなくて受任者としてこの同意をいただけるのかという形を SNS で発信させていただきます。それで SNS の方からホームページの方にアクセスをいただいて受任は同意するよという形で登録していただいた方々につきまして、受任同意書を始めた後、発送をさせていただきます。それは郵送なのか、もしくは PDF で郵送が可能なのか、これは選管及び総務省の方と順次詰めていかなければいけないことでありますけれども、例えば高橋先生の例を出すと80万人のフォロワーが見える、全て全員が愛知県内の方ではないと思います。しかし県内の方でもですね、一人は愛知県には知り合いがおるだろうという形でお願いを呼びかけていく。それで、ホームページの方に会員の方の会員として、登録をしていただく、アクセスをしていただく。そして、請求代表人、これは、10人になるのか、200人になるのかというのは、まだ一応200人は書いてありますけれども、請求代表人の名が揃ったときに、選挙管理委員会の方に、30日後なのか、60日後なのか、それで今の法的手続きを踏まえて届け出をさせていただくという準備を考えております。ですから今のこの SNS の発信の中でですね、広くですね、北海道で愛知県で知り合いの方が皆さんぜひ、会の方に登録してください。で、受任者の方で、100万人の方が登録していただいて、県内の方で、そして各各各の選挙区、先ほど200人の請求代表人を目指しておるということを言いましたが、この200人の算出根拠につきましては、愛知県の方は選挙管理委員が69あるんですね。それで代表人の方は代表で必ずいないと、これは法的違反になってしまいます。ですから、愛知県の選挙管理委員会かける3人もしくは4人という請求代表人を設置したことによって、解職請求をできるという、準備を考えております。また、従来のようにですね、10年前のように町側の方に至って、各皆様方の考えとか直接対面で証明をもらうことはできませんので、そういう方々にしっかりと、町からの方でまた、受任者、請求代表に関しては決定通知後活動していきたいと思っております。ですから10万100万人の根拠というのは SNS 等 ですね、広く拡散をして、今日ご参加していただいている先生方の皆様方も数十万人、100万人に近い方がたくさん見えるんですよ。その方に一斉に呼びかけます。で、一斉に愛知県の方の、この団体の方のホームページにアクセスいただいて、登録していただいて、受任者の方がその段階で100万人がそれをです。県の方の届け出して、了承後、その方に郵送なり何らかで届ければ、一瞬にして100万人は集まってしまうんですね。そういう、方法も考えて、100万人および、請求代表者、各選挙管理委員会かける3人もしくは4人という根拠で、このような形でお示しをさせていただいております。よろしくお願いします。はい。はい。はい。中京テレビの松原と申します。百田さん、お久しぶりです。今日の日の時は構成作家としてお世話になりました。あ、そうですか。はい、せっかく5人揃ってますので、今私は中京テレビで仕事してますので、せっかく5人いらっしゃるので、一言ずつ実際に不自由点ですね、ご覧になったりとか、メディアとかで見られての、受け止めですね、あとはそれを、監督的に大村知事が、注意としてどの点がふさわしくないのか、これを5人お一人ずつとお伺いしたいのと、あと高須先生にはですね、会の設立の趣旨にあります、この、トリエンナーレもそうなんですが、コロナでこの愛知県はその感染者のですね、個人情報を流出してしまうというとんでもないことをやっております。
これもこの会議の設立の趣旨に入れられた点について教えてください。以上です。今の質問について、すごく単純な話でして、その個人情報を公務員がその流出するっていうのは大変な失態です。で、普通、その組織っていうのは部下の失態は上官が腹を切って申し訳ないというのが普通の我々の僕たちの世代の考えてる作法なんです。で、職員の方が3人出てきて謝って見えましたけど、どこにも大村知事の姿は見えなくて、全く関係のない部下がやったことだという態度を取られたのが、まず僕 の美学に反する大きい点。もう一つは大村知事のいつも のやり方ですけど、気前よくお金を払うんです。いろんな補助金を。で、大村知事と河村市長の大きい違いというのは未然を切るかどうかの違いでして、大村知事は決してご自分 の身を痛めたり自分のに災いがかかってくることを厭わないという姿勢は取られません。常に逃げる姿勢 で人の金を使って解決しようとします。で、その、個人情報を漏らされて名前も晒された方たちに4万円、それから特定できない方に2万円、僕自分 のことを晒されてこいつは誰かの愛人じゃないかとか、4万円で許すわけがありません。で、一方的に値段を決めるということも失礼。県民なんですよ。県民が知事を選んで、で税金払ってるんです。で、自分の失態を県民のお金で値段決めて解決させて自分は責任を取らない人間じゃないです。そんなやることをやる人はもうその一つだけで首をはねられるだけ のことをやって見えると思うんです。でもどんどん増えてきますんで、僕は吉村知事のことをですね、自分のところは大丈夫で、で吉村知事とか崩壊してる、崩壊しないように努力してるのは我々医療人ですよ。それで県民たちの努力です。で、大村知事のやってることってその場あたりで運よくうまく切り抜けてくると手柄は全部自分のものにするんです。で、失態は押し付けるんです。で、本当は吉村知事もここに来ていただいて、どのぐらい遅れるかということをその知事としての立場を離れて個人の気持ちをここで言っていただきたいなと思ってお願いしたんですけど、今日は公務があっておいでになれませんでしたけど、ちゃんとお使いの方がおいでになって報告するようについてきてみます。気持ちはよく伝わってると思いますけど、僕は大村知事がせめて吉村大阪知事ぐらい自分で家中の栗を拾いながら危ない橋を渡りながら県民に寄り添う姿勢を見せてくれたら決してこんなことはしません。そもそも一番最初にツイッターで大村知事は僕をフォローして、僕もフォローしてあげて、で、ちゃんと励まし お手紙をなぜこのようなことをなさったんですか、お答えくださいって言って、それは何らかの反応をしてくれてもいいんです。いきなりブロックです。いきなりブロックしたらそれはもう切りつけられたようなものですから、切り返すのも作法ですので、僕は必要にツイッターで
攻撃するとぐるぐる回って結局届くんでしょうね。でブロックを解除してくださいましたけど、でも見てると解除したのは僕だけみたいで、他の、あの、その自分の心を伝えようとした県民のものは全部ブロックしてるみたいです。まあ話し始めるとキリがないぐらい怒れてきますけど。だから萩田先生すいません。どうぞ。そうなんです。まあ、私は不自由点は直接は見ていません。ただ、まあ、いろんなネットとか、あるいはそのテレビの情報とか、あるいはその私の身近に行った人 の, その証言とか、まあ、そういうので、大体、まあ、概要はもう掴んでいると思います。まあ、とにかく、不自由点はですね、まあ、いろんな作品があったと思いますが、まあ、大きな作品として、まあ、大きなというか、非常に問題となった作品は3つですね。まず、慰安婦像。これは平和の人をどうぞというなタイトルで付けられた。結局とか慰安婦像のレプリカですね。商品の悪いレプリカ。で、もう一つは、昭和天皇の肖像画をバーナーで燃やして、そしてその燃えかすを足で踏みにじるという、まあ、この映像作品。で、もう一つが、愚かなか、あるいはマヌケなか。まあ、現代は英語でイディオンということですが、このマヌケとかはあるいは愚かという意味で。その愚かな日本人の墓という、そういうタイトルで、大東亜戦争に出征していった兵士たちの寄せ書き、あるいは特攻隊員の寄せ書き、こういうのを鎌倉島のものに載せながらですね、これは非常に愚かな日本人というふうに名付けたタイトルで、まあ、この3つが、まあ、私たちは非常に問題の作品だなと思ってるんですが、これはですね、地上波のテレビでは私の知る限り、昭和天皇をバーナーで返して足を踏みにじるという映像が地上波テレビでは全く放送してなかったと思います。もちろんその主要新聞落語会とか、結局彼らはというか、メディアはですね、大手メディアは、慰安婦像だけにスポットを当てて、でまるでこれはその慰安婦問題、もうこれすり替えなんですよね、日韓問題、慰安婦問題にすり替えて、いわゆる政治のこう右左という形で、あるいは歴史認識という形に問題をすり替えて、まあ、ごまかしがあったんですが、とんでもないです。これはやっぱりその、一番の問題は、大東亜戦争で戦った日本人、我々の祖先ですよね、我々 の, その祖父、あるいはその上の人たち、彼らが命を戦って、ごめんなさい、命をかけて戦った、そういう。踏み入るタイトルをつけた。そして、昭和天皇、まあ、もちろん昭和天皇が亡くなったことですが、彼の肖像画を燃やして足で踏みにじるという。で、これをですね、地上波のメディア、あるいはその新聞がですね、これを報道しないというのは、これ非常にこれ、私は問題だと思います。で、まあ、まあ、これに関しても私、いろんな意見があるんですが、まあ、とにかく今回の問題はですね、まあ、この作品のものは、先ほど冒頭で高尾先生がおっしゃいました。高尾先生がおっしゃいましたかな。まあ、これ自由にやるもの、つまり民間で勝手にやるものは、これはやっぱり一応表現の自由ということで、まあ、何でもありかなと。まあ、ちょっと問題、品がないけど、まあ、何でもありかなとかあります。しかしながら、これが税金で、こういうその展示物が行われた。この税金、まあ、国の税金、あるいは県の税金、あるいは市の税金ですね。で税金で行われる場合はですね、これはあくまでその公共物、つまり国民、県民、市民のためにこう資するものでないとダメですよね。ところがもうまさにそれと正反対のことが行われて、でこれも一部でこの法的な解釈になってくると、まあ、有本さんが先ほどおっしゃいましたけど、これは税金詐取、あるいは一種の詐欺事件じゃないかというような、そういう見方もあります。つまり、これはこの文科省とかですね、まあ、いろんなその県とか、市に申請する場合に、こういう作品ですと、でこれはこういう内容の作品ですということを最初にこう提示しないといけないの、その問題作品を全部隠して、
が本らしいです。で、今回この私どうでしたか、ごめんなさいね。あのこの問題が大きくなった時に、さあ大川さんがどう発言するのかというのは私は非常にこう注目してたんですが、まあ彼の発言がもう2点3点、自分は責任がない、もう次々にこう責任を負うかもしれない、あるいは逆にこのそれが無理となってから今度は開き直る、これはね、これ見てまして、この態度はありがとう、つまりそこには信念もなければですね、一体何のためにこれをやったのか、つまり彼自身が、この展示物、この今回の IT 公演のどちらかですけど、IT 公演があるというのは、彼自身がどういうふうに、考えて、そしてこれはどういうようなものであっていることを全く 今までまだ説明できていませんね。まあ、他にもいろいろあるので、まあ、先ほど私、もう30分1時間喋ってますので、ちょっとこの辺りで、武田先生にちょっとバトンタッチ。はい、ちょっといくつかポイントを分けてお話ししたいんですけども、あの表現の不自由点という名称でして、まあ、表現の自由の問題点を投げかけるような立て付けにはなっていますが、中身は実際には日本ヘイト点になっていたということですね。保守、革新、右左それぞれのものが展示されていたならば、表現の不自由というものに対して、疑問を投げかける有意義な展示になった可能性はありますが、一方的な立場、まあ、いわゆるもう日本のヘイトと言われるようなものだけを展示したので、まあ、実態は日本のヘイト展になり下がっていたということ、これが1点目です。で、2点目はですね、昭和天皇の肖像画を燃やして踏みつけるという、こういう映像が展示されたということで、まあ、あの表現の自由がありますので、どんな展示をしようがですね、本来問題のないところであると思いますが、税金が投入されたということはですね、税金の使い方として大変問題があるということ、これが2点目。ちょっと関連して言うとですね、その後、仁王代わりがありまして、即位礼正殿の儀にですね、知事として大村知事ご出席になりました。あの昭和天皇に対してどういう思いをお持ちなのか、それは個人の自由ですが、そういうですね、展示をするのに何とも思わない、責任者として何とも、もう思わない方がですね、一体どのような気持ちでお祝いの席に出席したのかなと、まあ、どの面下げてきたのかなというふうに私は思いました。本来であればですね、まあ、知事ですから当然招待状は来ますけれども、来るなというふうに思っている人は多かったと思います。それで、3点目ですけれども、あの大村知事は民主主義によってですね、選ばれた知事なわけですけれども、あの一方で民主主義を破壊することをしています。それは先ほど百田さんもおっしゃってましたけれども、あのこれあの税金の税金をですね、まあ下げに当たるというお話がありましたが、これはあの財政民主主義という考え方があります。あの税金、まあ、公金の使い方はですね、あの民主主義に基づいて、使用が決定されるべきであります。したがって予算は必ず議会を通過してですね、予算として整理するものなんですけれども、その時にですね、もし昭和天皇の写真を焼いて踏むという展示を行うという説明が事前にされていたならば、果たしてこの予算は承認されたのかどうかということですね。その愚かな日本人の旗、そして昭和天皇を、写真を踏みにじる、そして、従軍慰安婦像ですね、そういうものを展示するということをしっかり示した上で予算を取ったのかどうかですね。で、わざわざリストから外したということは、これを載せていたらば予算が通らないかもしれないというふうに思って、恣意的に外し、予算を獲得した上で、そういった展示をしたということであれば、先ほど、詐欺という話がありましたが、これ財政民主主義にですね、反することであります。これを知事が主導したということですね。ですから民主主義によって知事になっておきながら民主主義を破壊する行為を行ったということ、これが3点目です。もう一個はですね、あの行政はですね、一方的な政治的立場に肩入れすることは、これ憲法的に問題があります。なぜならば、違う立場の、市民なり県民がですね、もしかしたら行政から弾圧を受けるかもしれないという、そういう畏怖を与える可能性があるんですね。したがって、行政として一方的な政治的立場に肩入れをし、予算を割くということはですね、これ憲法上問題があります。そして5番目、先ほどあの最後になりますけれども、先ほど高須先生からですね、ブロックの話がありました。私も知事からフォローされていたんですけれども、一言、懸念を表明したら直ちにブロックを食らったわけです。まあ、本来であればですね、首長はまあ、いろいろな意見のものを聞いた上でですね、意思決定をするものだと思いますけれども、自分の耳に痛い、言論がですね、一
ートするという立場がですね、非常にこの政治性がないなと思っております。私、実験したことがありまして、私の YouTube チャンネルでですね、生放送でみんなで一斉に大蔵知事をフォローしましょうというふうにやったんですね。そしたら2000人から3000人ぐらいだったと思いますけども、ものの10分程度の間にフォロワーが増えました。そして一斉に知事の書いているコメントに対して批判をしようってやったんですね。確かにフォロワーが2000人以上増えたんですね。で、翌朝見てみたら減ってるんですね。ですから一晩かけて知事はおそらく1000人以上の人をブロックしたようであります。で、私はその後親指知事という名前をつけております。そんなんでですね、いろいろ申し上げましたけれども、高橋先生 の、 この活動にですね、なんとか私力を割いてですね、このリコールを成立させたいとこのように思っております。一つお話ししたいのは、ね、実は天皇陛下 の、 ご即位をお祝いする姿勢を100歩譲って本当に大村知事がお持ちだったとしたら、愛知県民が行う奉祝祝賀会というのは県民の主催のは国民とは別に県民 の、 大会を愛知県で行ったんです。もちろん愛知県知事が主催者です。で、僕も出席しました。で、河村市長も出席しました。で、非常に近い席が取ってありましたので、お会いして直接お言葉をかけようと待っておられました。なんか他の大事な用事ができたということでキャンセルなさいました。で、自分の主催するその県民 の、 あれ大会を一番偉い人がキャンセルするって、そんなことがあっていいものだろうかって。で、皇居に行くときは大勢の中に混ざってしまうから怖くないと。県民のときは全員の注目を浴びるからビビったんではないかと思います。すごく心の狭いだけではなくて、心の小さい、基本との小さい知事ではないかというと、あれで非常に失望しました。はい、余分なこと。取材者としてそちら側に座るつもりで参りました。まあ、同調圧力もせっここにいるわけですけれども、せっかくですから今日メディアの方々にですね、同じような、あえて申し上げますけど、同じような立場の人間として申し上げたいことがあります。それは先ほども申しましたように、この問題の本質は何かということなんですね。本質として私が考えるのは3点があります。1つは、当初この問題が起きたときにですね、大村知事はこれは健康違反だと、表現の自由を、その損害、表現の自由を抑圧するものだと、河村さんの言ってることは健康違反なんだというふうに随分使われたんです。それに今、一部の大手メディアがですね、同じような論調でずっと河村議論を聞いたり。しかし、これはそういう問題なんでしょうか。私たちも表現者の一人として、表現の自由というのは最大限日本によって尊重されるべきものだというふうに思っています。しかし、公的な展覧会で公金が費やされるところで、日本国憲法第1条で日本国と日本国民統合の象徴と書いてある天皇陛下をあえて侮辱するような作品を、これを現代美術だとして展示することは果たしてふさわしいんでしょうか。そういう議論は全くメディアでされませんでした。そして私たちがですね、出演しておりますインターネット番組でその作品の映像を流したんです。見ていた視聴者の方々は初めて見たと、こんな作品が展示されてるなんて知らなかったと、特に愛知県民の方たちは情けないという声をものすごくたくさん寄せられたんです。どうしてそのことを問題にしないんですかということなんです。表現の自由というのは大事にすべきものだけれども、それにはきちんと時と場合というものがあります。公金の費やされる公の展示会でやっていい作品だったのかどうか、このことを日本国民の見識と
本質の1点です。2番目はですね、先ほど武田さんもおっしゃってましたけれども、知事がこの問題に関してやはり一方的なですね、ひょっとすると知事もそのことをきちんと把握しておられなかったのかもしれませんけれども、非常に政治的に偏ったものに結果として知事が加担するようなことになってしまった。このことは行政の長としてふさわしいのかどうかというわけです。そして3点目は、先ほども申しましたように、私は昨年の10月4日付の有感記事というタブロイド紙にですね、書きましたけれども、これは広い意味で補助金を詐取した、そういう疑いがあるというふうに今でも思っております。というのはですね、先ほどちょっと百花さんの方から、作品いくつか名前がありまして、私たちとしてはあまり快い作品だというふうには思いませんけれども、その日本人をですね、ちょっと揶揄するような作品を作られたアーティストの方がですね、ご自分の作品をあるいは慰安婦像も含めて隠して申請をすると。でそんなことはやめてくれと。つまりアーティスト側としてはそれをきちんと出した上で、自分たちの作品をこの展示会に展示させてほしいというふうに言ったんだけれども、そうじゃない形がどうやら取られてしまったという証言をされているんですね。で本当にそういう形でこれ通ってしまったんだとすると、文化庁に対してももう一度改めて問題を突きつけたいんですけれども、というのは文化庁はこの補助金を減額して出すことを決めました。しかしその減額だけで果たしてこれは適切だったのかどうかということです。つまりそのようなプロセスでこれに対してですね、助成がなされるというようなことが行われたんであれば、これは行政として大問題です。このことについて大村知事は十分な説明責任を果たしているというふうに私には見えません。ですからここでですね、例えば私たちのようにですね、愛知県民でもない、そしてなんか今日来てたまたまですね、ここに並んでいるというような人間があまり偉そうにどうこう言うのもどうかというふうには思いますけれども、ぜひメディアの方々には少なくとも愛知県民750万人、そして500数十万の有権者がおられます。この方たちにこの問題の本質がどこにあるのかということを正しく伝えていただきたいというふうに思います。その上で愛知県民の良識において果たしてこのリコールに賛同すべきかどうかという意思決定をしていただきたいというふうに思います。それから最後にですね、私は東京都民でございます。つい最近大村愛知県知事がですね、東京では医療崩壊が起きているという発言をされました。そして知事は、知事はそのことについてこう批判が集まるとですね、随分いろいろとこう言い訳のようなことをされていましたけれども、東京で医療崩壊が起きているという事実があるのであればきちんとお示しいただきたいというふうに思います。もちろんそういう事実があれば私は東京都政に対してもいろんな批判をしていくことをやむさかではありません。しかし東京においてはですね、東京の医療関係者もそれから東京のさまざまな事業者もですね、自分たちの商売を閉めるというような決断をして、そして東京で医療崩壊を起こさないように頑張ってきました。一都民としてあのような不用意な発言を看過するわけにはいかないという気持ちもございます。そういった意味合いもあってですね、果たして大村知事というのは愛知県を愛知県の舵取りをお任せするのにふさわしい人なのかどうか、これを本当にですね、県民の方々が正しい情報に基づいて判断できるような、そういう行動をぜひしていただきたいというふうに思います。もうだいぶ皆さんがお話になったので、私は中心的なことはですね、やっぱり日本国の発展というのは、日本国が他の国よりかレベルが高い人の状態を保つことだと思っておりまして、特に今度のようにですね、学問の自由とか芸術の自由というのは、その国のいろんな文化および国の発展も当然ですし、それからそこに住む方々の人生の豊かさというものもですね、大きく関わっていると思うんですね。で私の見解では今度の起源のあるですね、芸術という名前にはもう相当しないような非常にレベルの低いものが展示されたという点に問題があるんですね。でもちろんご存知の通り、学問の自由、芸術の自由というのは内的精神的自由でありまして、それが政治的な衣をかぶるということはですね、あり得るかもしれませんが、相当慎重に我々学問の自由、芸術の自由をの上でですね、活動しているものにとっては極めて重要な問題なんですね。私も今まで自分の学問については誰からも指図されることなく、どういう方法でやるのかというのを指図されてきました。
成果についても自分の責任でやってまいりました。それ自体が、日本国を発展させる非常に重要なことであり、芸術ももちろんそうでありますので、今回のようにですね、芸術の名を借りて、政治的な宣伝とか、それから虚偽の事実の開示みたいなことが行われるというのはですね、極めて不都合である。これは皆さんの報道の自由もそうでしょうけど、やはり私はずっと名古屋におりますが、やはり名古屋でですね、もう少し、報道もそうですし、それから、大学間でもそうなんですが、私はちょっと皆さんご不満があるんですが、私は十分な議論がされなかったと思うんですね。あれが本当に学問の自由、芸術の自由、報道の自由という我々が、国を作る根幹となっているものをより高くですね、するきっかけになり得たと思うんですね。しかしそれがいろんなことで、うやむやになる、政治的にはうやむやになるというのことがありますが、名古屋市は、名古屋市と僕は名古屋に、愛知県は、政治の舞台ではないんですよね。その愛知県人の生活と人生の場なんですね。その意味では、今度の取り上げられは非常に大きな、インパクトがあったわけですから、私も大学人として非常に恥ずかしいんですけど、よりレベルの高い議論をですね、してですね、今度のことをきっかけに、さらにいい愛知県、文化程度高いですね、愛知県民が住んで誇りの持てるような、そういう場にするきっかけだったと思う点で非常に残念です。リコールに私が賛成したのはですね、私が結構いろんな方と交際もしてるんですが、かなり多くの方が、大村知事は非常に不適切だと、愛知県という県はですね、これを本当に恥ずかしめるという知事はもうありえないというような声が非常に一般の支部の方も含めてですね、多かったんですから、やはり私も そういう活動をしなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いました。ぜひ愛知県の総力を挙げてですね、今度の事件をよりいい形で、こう参考にしてですね、将来の愛知県の発展に役立てるようにしたいというのが私の希望です。ありがとうございます。一つ、これ、もう一つ、今日お集まりの報道の皆さんですね、これをテレビあるいは新聞で多分今日のことは記事にされる、あるいは報道されるかもしれませんけれども、その時にですね、私は先ほど言いましたように、私たちが今回IT トレーナーで一番問題としていた芸術作品のことですけど、分かるその作品の中で、いわゆる、昭和天皇の肖像をバーナーで燃やして、その残りカスを足で踏みにじると、スニーカーからね、踏みにじると、それともう一つ、その先の戦争で、国を守るために亡くなった人たちの寄せ書きのこうですね、鎌倉王のところにそれをぶっかけて、それをかけて、そして愚かな日本人の墓と。いうタイトルをつけて定義した。これをぜひ、記事の中で書いてもらいたいと思います。1年前にこのアンチトレーナーのことが大騒ぎされたときに、ほとんどの報道がこの2点をもう全くスルーして、ヤオコの問題、先ほど言いましたように日韓の問題、あるいは歴史観の問題というふうに、問題をすり替えて報道されたものですから、愛知県の人たち、あるいは名古屋の人たちをですね、IT トレーナーって一体何の問題なのというような、そういうその薄い認識しては持っておられない方が非常に多かったと思います。はい、その点を今日はもう報道の、今日は集まってくれられた皆さんにお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。続きまして。10年前に名古屋市議会解散のリコールの請求代表に責任者やった三宅と申します。当時のことを思えばですね、
請求代表世話人というよりも請求代表者と言ってたんですけど、請求代表者が10人で、受任者がたった4万人で46万人の署名を集めたわけですけど、今回の86万人の目標はそういう意味では簡単にいけるんじゃないかなと。先ほど来お話しありましたような、いろんなツールを使えばできるかと思いますが、一番前回成功したのは名古屋市議会というのが集団で75人、そのうちの1人だけが河村市長の味方で、74人が全て敵対して市長の意見をことごとく潰した。そういう姿を名古屋市民が見て、いわゆる反感利益で成功した一つの要素でもありますし、もう一つは当時市長は給料800万という宣言をして、市議はトータルで年収2500万、あまりにも違うんじゃないかという、そういうやっかみもあってですね、その2つで大成功してですね、もうマスコミのほとんど全国の皆さんが不可能だと言われるのを達成した記憶がございます。振り返って今回はですね、大村知事は知事といえどもたった一人であります。そして確かにいろいろ、私は実は大村知事が県議、知事になった時に県議をやったものですけど、最初からずっと見てましたけど、最初の4年間は非常にまともだと思います。私はで2期目から今回3期目ですけど、確かにおかしな方向になってきました。しかし今回のいろんな高須先生のこともありますし、皆さんの反応もありますので、大変申し訳なかったと、悔い改めると言ってですね、まあ、土下座はされないと思いますけど、そういう一人の人間として悔い改めた場面が出たとしても、徹底的に今日お集まりの5人の先生方はやるべきだと言われるのか、いやそこまで悔い改めるならばまあいいでしょうと、なんかその絶対やるのか、こういう条件があったらこのリコールをやめるのか、その点を5人の先生方にお伺いしたいです。以上です。その質問は皆さんからよく寄せられてます。実は僕かなりそのひどい状態でもですね、心から謝ってきた人は全部許す方針なんです。で、大村先生、大村知事と戦って語られた、碧南の代議士さん、僕最高裁まで戦いましたけど、途中で いっぺん謝ったら許すと言ったんですけど、最後まで謝らなかったから最高裁まで戦って、結局僕負けちゃったんですけど、彼の彼がいい例になったところだったんですけど、僕は常に基本的に許す姿勢なんです。だから対話を求めるために何度もチャンスを与えてたんですけど、まあ徹底抗戦なさるおつもりだったら仕方がないんですけど、謝ってこられると僕は個人的にすごく遅いなと思うんですけど、まあその場面になったら心が揺れ動くかもしれません。でも謝る項目が多すぎちゃって全部謝るのは大変だろうと思います。それが本当の僕の心です。いや、違う、どうですか。全員に、あ、やるのか。いや、私はもうとにかく、高須先生のご意見に従うだけですから、はい、高須先生が、僕もやめたって言うんですよ。いや、私はやろうと言われるんです。私は一生懸命になるんですから、ただ、だいたいこういう家庭の話っていうのは僕はなんかおかしいと思ってるんですよ。こうなったらどうしますかとか言うのね、そんなの世の中でありますから、そんなこと聞いて考えられません。ただ私はまあ小説家ですけれども、まあ小説家の仕事の一つは、この人はどういう人間かというのが一つの、まあ、修正習いです、修正だというか、大村さんをずっとこの1年間、まあ、Twitter とかあるいは社会界見てますと、まあ彼は謝りません。はい、そう
むしろ非常に気が強いですね、あれと。ですからこういろいろ二転三転するんですが、その二転三転、今までしてきた発言を見ててもですね、都合が悪くなると言葉を変えて、あるいはその開き直って、この1年間ぐらいで、いや、これは私が間違っておったというような、こういう真摯な謝罪の姿勢は、この1年ぐらい私は株主で見てません。ただ、そういう人間が突然ね、これ、リコールされそうだというので、謝っても、まあ、果たして本当にこれが本心の謝罪なのかと。で、しかも謝罪と言いますのは、口で謝ったらするもんじゃないですよね。つまり、それまで自分が行っていたいろんな過ち、これを全部正していいってことが本当の謝罪ですよね。ですから、愛知トレーナーとか、私は悪かったら言うだけなんです。つまり、これをもう一度彼自身が総括して、どこが悪かったかということを、彼自身が全部それを一つ一つ説明していけて初めて、これは謝罪と言いますね。まあ、だから、高尾先生は心が動くと、先ほどおっしゃいましたけど、高尾先生もどちらかではありませんので、口だけで謝っても、果たして本当にそれが本当の謝罪なのかどうかというのは、高尾先生はそれをじっくり見られると思います。ただ、私は、とにかく高尾先生に今日もね、昨日、来いって言われたので、来ただけなんで、ですから、まあ、高尾先生に、まあ、賛同するということでやってきたんで、まあ、その総大将が火を吹くぞというか、はい、まあ、私はもう、ただの傭兵みたいなのにしたら、はい、私は一人でやるとということはいきませんので、まあ、これが私の答えです。よろしいでしょうか。謝るということですけれども、本気か本気じゃないかというのを簡単に見極める方法があります。政治家はですね、辞職することによって責任を取ることができますので、辞職なき謝罪というのはですね、これは口だけの謝罪でございますので、辞職がない場合、とことん戦うべきだということを私は高須先生に進言いたします。まあ、少なくとも民主主義に対する挑戦、財政民主主義をですね、否定する、それから政治的、一方的な加担、もういろいろとありましたけれども、これはですね、辞職相当だと思っております。ですから、これを謝罪するということは、自分は民主主義の破壊者であったということを認めるということですので、これは知事の職にとどまるということはあってはいけないことだと思っております。私もですね、この戦いを例えばいつやめる、あるいはその大浦さんが何か反応してきたらやめるのかどうかという、まあ、その過程そのものが、まあ、正直あんまり意味がないというふうに思っています。しかし何か変化が起きてですね、愛知県民である、そして愛知県民として立ち上がられた高須先生が、あ、これはもうストップするとおっしゃるのであれば、それは高須先生、そして愛知県民のご意思だというふうに言います。ただし県知事が本格的リコール運動を起こされるというのは日本において前代未聞のことだというふうに思っております。ただ一方でですね、先ほど申し上げました3つの観点がありますように、私は今全国のこの知事、首長ですね、まあ、かなり大きな権限を持っている、これは東京都知事においてもそうなんですけれども、そういった地方自治というのは果たして本当に私たちが考える良識に基づいて適切に運営されているのかどうかということをチェックする、これ機会にすべきだというふうに思います。選挙となるとどうしてもですね、知り合いに頼まれるとかですね、あるいはいろんな党派があるとかですね、そういうふうなことで投票します。場合によってはその知事に関しては何百万という有権者を相手にしますから、知名度のある人、姿形のいい人、こういう人が選ばれてしまいます。しかし実は私たちの生活に直結するという意味において、むしろ国政よりも地方自治というのは重要な側面があります。で、今回ですね、この愛知トリエンナーレでまさに私が問題にすべきだというふうに思っているのは税金の使い道なんです。愛知県の皆さんが納めた血税はあのような展示に対してその注ぎ込まれるものであっていいのかということなんです。これが愛知県民の皆さんの良識なんですかということです。これをやはり全国に対してもですね、愛知県から発信しながら地方自治というのがいかに重要なのか、これがひょっとすると日本をいろんな形で壊していく一角になっているかもしれないというようなところも含めてです、
と報道していただいた上で県民が判断されるべきだというふうに思っております。私は、県知事ほど権限がなくてもですね、僕ぐらいの何も権限ないものでもですね、その人の行為っていうのはその人の意思を表し、判断で意思を表しているっていうのは私の考え方ですので、誤ったから過去の行為がなくなるわけないんで、謝る謝らないは全く我々、僕みたいなものでもですね、極めて大きな責任があるわけです。まして県知事がですね、今までやったことを間違ってましたって言うぐらいなら何とかしろっていう感じですね。私は、またこの前さっきみたいなこと言って恐縮なんですが、日本の発展というのはやっぱり日本人が誠実だったからだと思うんですね。上に立つ者も下に立つ者も誠実だった、みんな諸君に忠実だったと私は思うんですね。それが日本の宝だったと思うんですね。たとえ自分の都合の悪いことを誰も知らなくても、私が知ってるんだからやらないというのが日本人の根本的な考え方だと思うんですね。そういう意味ではこれまでの大村知事の行動を、見させていただくとですね、やはりこれから謝るというようなことがあり得るはずはないと私は思います。ありがとうございます。続きまして、どうなりますか。はい、共同加藤さん。共同通信の加藤です。ちょっと細かい特典の確認なんですけれども、今日の会見で非常に昭和天皇を燃やして踏みつけるですとか、マルゲラ日本人と称する展示物がかなり皆さん問題視していらっしゃると思うんですが、一応県の設けたトリエンナーレの検証委員会では、それぞれの作者は付属する意図はなく、天皇の作品に関しても、藩が自分の作品を燃やして批判ではなくて、自分の内なる天皇制を昇華させる行為だったと説明しています。あと、特攻隊の方も、ある意味自分の自身を表現したものであるとして、県の検証委員会では、侮辱の意図はなかったというように認定しているんですけれども、それでも干渉されたとか間接的に話を聞いた立場としては侮辱なんだというように受け止めてらっしゃるという理解でよろしいでしょうか。はい、その通り。質問は。すいません、ちょっと私答えさせていただいていいでしょうか。今ご質問いただいた共同通信の記者の方はこの作品をご覧になってますか。発表しました。どのように感じましたか。ぜひ個人のお考えでちょっとお答えいただきたいんですが、それをこの場で発言する必要はあるんでしょうか。いや、ぜひ参考までに聞かせていただきたいんです。私取材者でもありますから。検証委員会というのはですね、これもちょっと問題があるというふうに私は思っております。この愛知トリエンナーレというのは実行委員長が大村知事です。その次のナンバー2が河村市長です。で、この2人がナンバーワンとナンバーツーであるにもかかわらず全く意見が対立しています。そしてほとんど建設的な話し合いがされていません。そしてこの今おっしゃった検証委員会というのはほぼ一方的に大村さんが仕立てた検証委員会です。ですから河村さん側の、ある種の見識というのは全く反映されておりませんし、名古屋市が独自に、立てた検証委員会でいろんなまた検証が出ているわけですけれども、このことについては先ほど私が一例として申し上げましたように補助金を詐取した疑いがあるんじゃないかというようなことについても質問を愛知県に投げかけているんですね。こういうこと全く愛知県側としては誠実に答えていません。ですからその作品に関するスタンスだけをですね、検証委員会のことを持ち出して、あたかもニュートラルであったようにして質問を仕立てるというのはちょっと私は納得いかないなというふうに思いました。ですからその記者であるあなた様がですね、実際にご覧になってどういうふうに思って、その発言をされているのかなというふうに思いました。というのは作品というのは
めて個人の感性に直接訴えられてくるものです。ですからその検証委員会が後からですね、いやそんなつもりで作ったものじゃないとかいう言葉を並べたところであんまり意味のあることだというふうには今思いません。それからもう一つはですね、私たち自身があの作品をどう感じるかこう感じるかということだけではなくて、先ほどから申し上げてますように多くの愛知県民自体がその作品も映像も見てないんですよ。ですからそこに公金がつぎ込まれること、自分たちの血税がつぎ込まれることが適切かどうかという判断をするだけの材料を持っていないということです。そのことをむしろ問題にしているのであって、何も私たちの個人の好みとか思考でもってあれはけしからんというふうに申し上げているんじゃないというところをご理解いただきたいというふうに思います。すみません、それとあとそれと、作者はこういう人だった、だから関係ない。このことでやったら、私が例えば、ある人を思いっきり侮辱して、なんだこれ君に言えば、いやいや、侮辱の意図はなかったよと言うたら、通るんですか。要するに受け取り方でしょ、誰がどう受け取ったら。今、加藤さん、あなたはどう感じましたか、あなた答えられませんでしたよね。なんですか、その態度は。なんで答えないんですか、あなたがどう感じたか。それ、卑怯でしょ。卑怯だ、ちゃんと答えろ。卑怯でしょうか。すみません、ちょっと私から意図は違うと、内なるものだということですけれども、例えばですね、昭和天皇がすでに崩御なさってますので犯罪になりませんが、存命人物の写真を同じように扱ったらですね、これは侮辱罪を構成します。例えばバカだアホだいろんな侮辱の方法ありますけれども、写真を焼き踏みにじるというのは最高レベルです。ですからそれを見た人がどう感じるかということですけれども、私もですね、これはいろんな自分のメディアで、これを紹介して、視聴者の方に問いかけることをしたんですけれども、大体寄せられるのはですね、もうあの映像を見てもうショックを受けたとか、息切れ、なんか動悸がしたとかですね、そういうふうに捉えた人もいるんですよね。ですから昭和天皇の写真が焼かれ踏みにじられるというのが、仮に作った人が内なるものを何か別な形で表現しようとしてもだとしてもですね、もうその映像を見ただけでショックを受けたという人がいるわけなんです。それからもう一つ言えるのは、では芸術監督の津田大介氏はなぜそれを選んだのかということ、例えばいろいろな内なるものを表現しようとして、さまざまな見え方のするものを並べたのならばともかく、芸術性の高いものを集めた結果ですね、その、昭和天皇の写真の件、それから日本人の墓、そういうですね、じゃあ なぜこの日本ヘイトのものばかり並んでしまったんでしょうか。ですから作品の 作者はですね、内なるものであって天皇反対という気持ちじゃなく作ってるかもしれませんが、これは津田大介氏が、これは皇室を侮辱するように見えるよねと、これ並べたら面白いよねという意図を持ってあの作品を選んだと見られるのが普通だと思います。私ちょっと愛知県にずっと住んでおりまして、非常に今回の取り上げのあれはですね、報道の方々がどういうふうに受け取ったか分かりませんが、私は極めて程度の低い展示会をしたものだなというふうに思いました。私は大した芸術家じゃありませんが、一応多摩美術大学20年間教えておりましたが、やはり芸術というのは、地下室に飾ってもですね、人の心を打つものであります。そういう意味では私はですね、今後のトリエンナーレはやはりですね、芸術性の高いもの、愛知県人としてはですね、しょっちゅう東京なんかに行ける人、パリなんかに行ける人はいい芸術に触れることができますけれども、やはり愛知県に住んでいる方はですね、特にモダンアートのいいものなんていうのはめったに目にすることができません。やはり本来の目的に帰ってですね、やっぱり愛知県に住む人がですね、愛知トリエンナーレを手軽に見に行くことができて、そこで、現代アートなら現代アートのですね、素晴らしさをですね、感じてもらうような展覧会の方にぜひ、今後もですね、報道の方も努力していただきたいと思うんですね。非常に残念な機会でした。政治的な目的に使うなら政治的目的に使う、外側を持った展覧会なり大会なりをやればいいわけですから、非常に貴重な機会なんですよね。皆さんご存知だと
展示にしてもいろんなところ の, あの愛知県内の美術館 ないしはですね、いろんな施設はですね、大変に入場数が少ないんですよ。それはマスコミの方ですからよくご存知だと思います。大体イギリスのですね、類似の都市から見れば10分の1と言っていいでしょう。でこれはですね、やっぱり、まあ、僕なんかもその責任の一部になってるんですが、まあ、あの愛知のですね、芸術とか文化、学術に進行するためにはですね、そこのところはかなり厳しくやってほしい。だから愛知トリエンナーレぐらいの規模でお金を使うならですね、ぜひですね、やはりあの愛知県人が見て素晴らしい印象を受けるようなそういう芸術作品を今後続けていってほしいし、まあ、それに対して、まあ、私なんかもその一員ですが報道の方もですね、そういう見地からですね論評を加えてもらいたいと私はそう思います。それについてはですね、私も、まあ、今の方々と同じ件です。それを考えるともひどい作品だったと私も思います。芸術性はほとんどなかったと思います。だから芸術性がないものを政治的目的に使うこともありますが、それはやっぱり衣を変えてもらいたいと思います。はい、それではご質問どうですか。はい、出てきましたけども、この5人の中で愛知県に在住されているのは高須先生と武田先生のお二人でよろしかったでしょうか。はい、そうです。それから、これもちょっとついでとか伺いますけども、あの例のその今回問題になっているその表現の不自由ですねを直接ご覧になった方っていうのがいらっしゃいましたね。僕は実は翌日行ったんです。だからもうすでに撤去された後でだったんです。だから現実には映像で見てるだけですけど、その片付けられた後のところに翌日来ました。すごく悔しかったです。直接作品をご覧になれなかった。見れなかったんです。それから、すみません、全然違う話なんですが、今回その、まあ、100万人リコール活動ということで、まあ、実際にそのリコールに必要な署名の数は86万強ですけれども、まあ、これは基本的にはもう集められる自信があるということで、多分大丈夫だろうと思うんです。全くこういうことをやった経験がありませんので、むしろ河村先生の周りにいる前回リコールをやった専門の方たちにご意見を伺いたいと思うんです。またただツイッターで署名を集めるというのはこの前総理のところに持ってたの短期間で集めた経験がありますし、それからテドロス事務総長に抗議を出そうって言って100万人集めるのにそんなに手間はかかりませんでした。あれ世界規模ですけど、だから単純に反応してくれる人っていうのにアクセスすれば集める自信はあるんです。ただ全くその情報弱者の皆さんにどのように届けるか、だから中日新聞と CBC が一番の我々頼りなんです。そこが協力してくれれば一瞬で終わると僕は思うんですけど、はい、よろしいですか。まあ、私は全くそういう実態は分かりませんけれども、ただ、リコールというのは非常に難しいと思います。私はハードルは相当高いと思います。というのは過去なかったことです。知事のリコールはありません。私もざっと調べたんですが、戦後市長のリコールは確か20件ぐらいだったと思います。だから市長レベルではね、市長というのは自治体の単位が小さいです。少ない市では3万、4万ですね。まあ、多い市でも、まあ、10万、20万、20万、まあ、もっと大都市がありますけど、名古屋みたいな大都市もありますけども、まあ、非常に自治体の単位が狭いんで、直接生活、住民の生活に、直結する場合があるんですね。例えば、市民病院をどうこうするとかいうのはもう本当にその生活に直結するんで、やっぱり住民が怒ると許さんこれはとなってくると、その、リコールに、実現するというのがあるんですが、まあ、県は相当広いですから、いえ今まで一度もないんですね。まあ、それだけにですね、まあ、今回のリコール運動というのは大きな意義があると思いますね。
CB シート、2B シートを置いてますが、名古屋というのはちょっと特殊なところですよね、愛知県というのは。もともと日本というのは、諸外国、先進国ではありえないような報道の報道があるというのは、新聞とテレビが一体となっているわけです。でこれは先進国では新聞とテレビは絶対、同じ格式で持たないということなんですね。というのは、これやると報道が一色なんですよ。つまり、同じ資本があると、テレビ局は絶対に新聞社を批判できないし、新聞社もテレビ局を批判しませんね。これは今、日本の状況です。諸外国が違います。新聞は平均テレビを批判しますし、逆にテレビも新聞を批判します。これはクロスオーナーシップというのは、もちろんご存じだと思いますが、こうやってこう分かってるわけですね。それないと、報道のなんていうか中立性がなかなか多分できないことがありますが、日本はそうではない。日本はもう大手新聞が全て大手テレビ局を持っているというのが、提携しているというか、もともと初期できたときからもう大手新聞社の資本によってテレビ局ができました。ところが名古屋は、愛知県は特にそれがひどくですね、中日新聞がなんと CBC と東海テレビという2つの局を、ね、握っているというね、これはもう完全にもうなんか、ありとあらゆるその報道ですね、中日新聞が全部その名古屋のなんか自分たちの好きなように報道できるという、こういういびつなところがありまして、ちょっとは、こんなにいっぱい言うのはまだ怒られるなと思ってね、いや、本来ね、東海テレビはフジ系ですね、で、CBC は TBS 系です。東京の系列局で言うとそうなんですが、これを中日新聞が言っていて、ですからね、今回 の, そのトレーナーでの報道に関しても、私は中日新聞読んでないから分かりませんけども、一部漏れ聞くところなど、どうも大村さんをこう批判するような記事は、中日新聞はあんまり取らなかったと聞いてます。むしろ それに対して批判してた川村知事を、河村市長を批判するような、そういうスタンスで中日新聞があったと聞いてますが、それがどうなんですかね。その通り。当然中日新聞、親会社の中日新聞が河村市長を批判するという態度を取ればですね、当然その傘下にある CBC も東海テレビも、同じような論調になりますよね。だからこの辺がね、ちょっと愛知県、名古屋の独特のその、報道構造というのが、私はちょっと気になりますよね。はい。中日新聞の記者がおるなので、なんか説明してくれ。それ一般の方のご意見は、ちょっと説明させていただきます。ありがとうございます。ご意見だけ聞いてください。質問はまだちょっともう一回あります。今回、記事をイコールするという運動なんですけども、記事を倒すということは最終目標だと思います。そうすると倒した先に、その先、新しい知事をどういうふうにされるのか、されたいのかとお考えになっているのかを伺いたいです。実は僕は河村市長に先頭に立っていただいて、自分が知事をやると。で、大阪のように市長をまた振り替えで選ぶというようなのが一番いいんじゃないかって僕は進言したんですけど、河村市長 の, 考えておられることは、自分は国政を狙っているから、そんなあれ知事なんかやっとれんぎゃとおっしゃいましたんで、それは少し失望しまして、アメリカ大統領のように知事から大統領を狙うというのが普通、アメリカでは普通ですけどねって言いましたら、直接選んでくれや、あれそういうこともあるけど、これ政党がの中で村で選ぶんだというふうにおっしゃったんで、確かに僕はもうそういう政治については素人なんで、そういうものかな。実は僕遺言をみんな残してありまして、年寄りがボケてくると政治にのめり込んで、自分が国を変えるとか言い出すから、そういうことを言い出したら暗殺してくれというふうにして頼んであるんですけど、いいところで
誰か暗殺してくれんかなと思います。自分でだんだん目覚めてきて、できることこんなことをやってるぐらいだったら東京でやった方が仕事は楽だなと思うし、これができるんだったら憲法改正でもできちゃうんじゃないかとか、どんどん妄想が湧いてきますので、憲法改正よりももしかしたら難しいかもしれません。はい、じゃあ、はい、どうぞ。名古屋テレビの吉田と申します。先ほど共同さんも質問されたと思うんですけど、うち名古屋テレビって言っても地上波で、昭和天皇の野焼映像とかっていうのは流すのは番組やつとかなんですね。だから多分東京とかにいらっしゃる方もご覧になってないかもわかんないですけど、本当に昭和天皇の焼く燃える映像っていう、それだけを見たら多分不快な思いをするかもわからないですけど、それに対する作者の意図っていうのを合わせて伝えて、見る人に対して、どう感じるかっていうのを、番組として作ったんですけど。素晴らしい。初めて聞きました。あ、本当ですか。はい。全くそれは知りませんでした。あ、そうですか。はい。まあ、何回か短い企画でも番組の中で流したりはしてるんですけれども、で、先ほど、キャプテンさんおっしゃったんですけど、要はもう不快なものは認めないっていうようなお話だったと思うんですけど、違います。要はその見て感じるのは人それぞれであって、作品にでも私も別に見て気持ちいいっていう必ずしもそういう作品ばかりないんですけど、もういいものばかりじゃなくても悪いものもある、それを見て判断するっていうのは現実じゃないかなと思うんですけど、どんな人に嫌いなんですか。そんなこと言ってません。自分自身が不快だからとか、そういう問題で喋ってません。ただその見てる人っていうのは燃えてる気しからんっていう声がやっぱり上がってくるわけですよね、ネット上とかで。それから表面だけを見てるんじゃないかなっていう、そういう情報を流しちゃってるんじゃないかなっていう時代があるんです。そういう論議しますとね、例えば私が例えば芸術作品やってる、私は芸術でもやったとしましょう。そこで例えばもう非常なもうおそましいような民族ヘイト、あるいはそのもう誹謗中傷、それをやったとして、でそれに対してアート論で喋るわけですか。違うでしょ。だからあなた言ってるとそれですよ。つまり私は何も自分が不快だからと言ってるんじゃないですよ。あの作品が多くの日本人にとって、日本国そのものを非常に侮辱しているというふうに受け取る人がかなりいるということなんですよ。だから結局ね、個人個人、いや A さんどうぞ、B さんどうぞ、これ全部聞くんですよ。10人どういうことでしょう、このもんね。だから結局その、あれとあれとその芸術作品とか表現作品というのは多くの人がどう感じるかということが大事だと思いますよ。はい、私は別に個人の話をしてるんじゃないですから、ここではね、アート論をしゃべるんじゃないですよ。芸術論をしゃべる気はないですよ。はい、すみません、私からの一言。本人の意思がそのつもりがないから許されるのであれば何でもできてしまうわけです。例えば日本では外国の旗を焼くのは犯罪ですが、いや自分はそういうつもりはありませんというふうに言ったらですね、犯罪でなくなるということはないんですね。今回は昭和天皇は存命ではありませんので犯罪を構成するわけではないんですけれども、ではその私は先ほどおっしゃるところと関係するんですが、じゃあなぜ津田大介氏はそういう一方的な要するに日本ヘイトと一般的に言われるものだけを選んだのかということです。例えばですね、その、表現が過激すぎて美術館から撤去された作品といえば、例えば右翼的なものでも排除されたものはあるんですよね。ですからそういう左に寄ったもの、右に寄ったもの、それをダーッと並べればですね、じゃあその表現の自由というのはどこにあるのかということを提案する非常に意味深いものになった可能性があるんですね。ところがなぜその、左派、その日本のヘイトと言われるものだけを並べたのかということですね。ですからその、写真を焼く作品を作った人、もしくは日本人の墓の作品を作った人はそういう意図はなかったかもしれない。ところが津田大介氏によって政治的な意図を持って並べられたのではないかと思うんですね。一個だけであればこの作者はそういう思いじゃありませんで通ずるものがあったとしても、そういった作品がずらっと並んだ時に作者の意図とは離れて別の意味を持つことになると思うんですね。なので確かに作っている人はその意図がないかもしれない。
でもそれを見た人がショックを受けたり、そういう形で並んでいるものを見たときに違うものを感じる。で先ほど申し上げた通り、じゃあこういう展示をするということをちゃんと議会に説明した上で取ったものであれば、それは愛知県民のお金の使い方の趣味だということでですね、何ら問題ないわけですけれども、おそらく、リストにしたらこれ問題になるだろうということで意図的に外したわけですよね。そして有権者を騙し、本来議会通らないものを通してしまった。これは財政民主主義に反するもので、本来民主主義の制度を持って知事になった者が民主主義を否定する行いをしたということなんですね。ですからそれはたとえ芸術を作った人が侮辱の意図がないということであったとしてもですね、本質はそこではなくて税金の使い方として問題があったかどうかなんですね。ですから表現の自由として外れるかどうかという表現論を私たちと言っているのではなくて、そういうものに公金を使ったということ、そこが問題だということを申し上げております。すいません、私からもよろしいでしょうか。一番最初にこの会見が始まった時から、百田さんも含めて、例えばどんなに、私たちが不快だと思うものであっても、それを私的な空間で私費においてやる分には、日本は表現の自由が保障されている国だから、仕方あるまいと、そして見たくない人は見なければいいだけの話なんだ。ただ公的な場で公金を使ってやるのは不適切じゃないかと最初から言ってます。ですから名古屋テレビさんがですね、私たちが知らなかったけれども、昭和天皇の写真を焼いて踏みつける作品をそんなに何度も放送してたということは私どもも知りませんでしたけれどもね。でもだからあなたたち、これが自分たちの好みに合わないから大村さんを糾弾してるんでしょというふうな、この1時間40分かけて話したことは一体何だったんだというふうに今非常にこう虚しくなってるんですよね。ですから私さっきですね、共同通信の加藤さんにも非常にちょっと申し訳ないと思いますけれども、あなたはどう思いますかと言ったのは、まさにこの問題のややこしいところはそこなんです。つまり好みに合うか合わないかで知事を糾弾しようとしているんじゃないかという話に落とし込まれるのが一番困ると思います。そうではなくて、冒頭のことをもう一度繰り返しますけれども、日本国憲法第1条には何と書いてありますかということです。そういう存在を今望んでないからといって、普通の人が普通の感覚で見たらば、明らかにこれは貶めてるよねと感じるようなものをわざわざ公的な展示会で公金を使って展示をするということは果たして妥当なんですかと、そこに自分たちの血税が使われることを愛知県民は望みますかと、これだけのことを聞いてるんです。ですから私たちがですね、ここにいる者たちがなんとなくあの作品を展示したのはけしからんから、大村さんをとちめろということでやっているわけでは決してないということをもう一度繰り返し申し上げたいと思います。これは私は、いいですか、どうぞ。はい、結構です。先ほどもお話ししたように私愛知にずっと住んでてですね、何しろ愛知取り上げながら残念だったんですよ、なぜ残念だったかって言ったら、表現の不自由なんていうのは今の日本にないんですよね。僕はそう思います。名古屋テレビ随分僕もご出演させていただいて、大体仲間の考え方も分かってると思うんですが、名古屋テレビの人がもし、日本に今現在の日本に表現の不自由があるのかというと、大体僕は表現の自由は確保されていると思います。でその表現の自由が確保されているときに、県がなぜ特定の、考えの団体の表現の不自由点というものを愛知県の名誉をかけて開いたのかというのが僕は残念なんですよ。だからその着手定規的な表現の自由を守る表現はいろんな人が見たら変わるというのも確かなんですが、なぜこの去年ね、ああいう展覧会をやらざるを得なかったのか、それに対して私も先ほど言ってるように大学人もちょっと弱かったかなと思うんですが、報道もやっぱり名古屋の全体的な文化の発展というものを主軸においてですね、やっぱり考えてもらいたかったなっていう感じはするんですね。はい、よろしいですか。あ、はい、一番左にしようか、男性の方。
白井と申します。実はですね、最近ある漫画を手に入れまして、昭和天皇物語という漫画を買って読んでいたんですけど、その中にある一節がありまして、昭和天皇がマッカーサーとの一件でですね、あいにく私は酒もタバコも たしなみません。今日私がこちらを訪れたのは、現世に一言申したく、私は日本の戦争責任に伴ういかなることにもまた事件に全責任を負います。また私は日本内においてなされた全ての軍事指揮者、軍人及び政治家の行為に対しても直接責任を負います。自分自身の運命についてあなたの判断がいかようなものであるとも、それは問題ではありませんという一節があります。あの写真はですね、それを表現したのではないかと思うんですが、私はそれは判断できません。武田さんはどう思いますか。それを書いた人がですね、その昭和天皇の戦争責任、のことを意図して表現したものではないというふうに報道などで知っておりますので、その作者の意図を私に聞かれても分からないということと、あとその、昭和天皇は全ての責任は自分にあるとおっしゃった。ところが東京裁判では天皇を訴追しませんでした。ですからこれが答えでして、つまり日本をですね、戦争犯罪人を裁く国際軍事法廷において、当然天皇を訴追するということはですね、アメリカも意図して検討したわけなんですが、最終的には起訴しなかったということ、これが結論かなと。ですから昭和天皇自らは全責任が自分にあるとおっしゃった、でも連合国側は昭和天皇には責任はないと決めた、それ以上でも以下でもないというふうに思っております。そうというわけですか。昭和天皇がそうおっしゃったことはこれ事実です。これはマッカーサーの証言録にも書いてます。読まれました。読まれました。その時マッカーサーはどうその発言に対してどう言ったか覚えてますか。覚えてますか。かつて世界の敵情にいたであろうか、自らの命と引き換えに地獄に救おうとした国王か、私は知れているのか。それ今読んでるんですか。これに書いてあります。はいはい、読んでください、ね、それでそれ漫画でしょ今読んでるのは。ただ半藤達さんの昭和史を、まあそれはいいですよ、漫画でしょ。それマッカーサーの証言で呼ばれました。はい、その時マッカーサーは昭和天皇が全責任私なんて言うときに、マッカーサーはどういう感想を持たれたか呼ばれましたか。ちょっと失念してしまったんですけど、大事なことですよ。マッカーサーこうおっしゃったんです。僕しっかり覚えたんだけど、こう言った。この人は自分の責任でもないことまで全部追おうとしてるって、それで驚いたんですよ。マッカーサーはマッカーサーは昭和天皇は全責任は負ってないと知ってるんですよ。にもかかわらず自分は全責任を負ってるということを、昭和天皇が言ったことによって非常に驚いてるわけですよ。この人は自分に責任のないことで全部背負おうとしてるということで驚いてるんですよ。調べるのはね、漫画とかそのものじゃなくて、ちょっと原点を調べてください。はい、あとよろしいでしょうか。すいません、ちょっと一つよろしいですか。はい、今回のことは、この、税金、公金がいかに使われるかという問題だということを私、繰り返し申し上げました。そして、この度ですね、愛知県知事が、名古屋市に対して、訴訟を起こすという、前代未聞のことが起きているわけですけれども、これもちょっと皆さんよく考えてみていただきたいんですね。こうした、非常にですね、多くの人が普通に知ればですね、これに貢献を注ぎ込むことはいかがかと思われるようなものに対して、これはやはりふさわしくないというふうに事後に名古屋市長、川村市長が判断をされた。これは名古屋市長としての川村さんの一つの見識だというふうに私は思います。で、これをですね、普通であるならば大村知事と川村さん、ナンバーワンとナンバーツーですから、お話をすればいいところをいきなり訴訟に持ち込んだ。しかもこの新型コロナウイルスでですね、世の中がもうそれに向かっていろんな普通でない対応を迫られているときにそういうことを起こすと、これは果たして首長として正しいあり方なんでしょうかということなんです。やはり政策とかですね、いろんなことをやるのにはタイミングというものも重要なんですよね。で、この問題は去年からずっといろんな形で、問題にされてはきたんですけれども、このような時
愛知県の中で起こすということは県知事としてふさわしいのかということです。ですから一点ですね、これはその表現の自由という、まあ、これは田中先生のおっしゃることも私非常に、田中邦彦先生のおっしゃることも非常によくわかるので、これはそのレベル的にどうなのかっていう問題もありますけれども、でも行政の在り方として本当に何が正しいんだろうというところをしっかり伝えていただきたいというふうに思います。そしてこれをですね、まあ言ってみれば大村対川村というような政局的な短絡的な報道に終わらせて、あるいはですね、高須先生がまあなんとなくこれに対してこう勢いよく花火を上げたというふうなことだけで終わりにしないで、この問題の本質と、それから大村県政が果たして本当にお金の使い道、それから物をやるときのタイミング、そして見識という点において本当に正しいのかどうかということを皆さんの筆なりカメラなりあるいは言葉なりで鋭く伝えていただきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。次、他に皆さんよろしいですか。はい、じゃあ代表は事業が来ていただくご報告をお願いしたいのは、万が一あってはなりませんが、今後またコロナの第2波等がですね、この愛知から日本に来た場合、この活動の方向性をどのように考えていくということだけご説明だけしてください。もちろん県民の健康と命を守るのは最優先ですから、ただ全く関係ない部分については普通通り動いてもいいと思います。ただとにかく今のところはとにかく3密は絶対避けたいと思います。避けたいというのも絶対避けます。でも本当にもしかしたら直接法律がそういうふうになってるんですけど、直接会っていちいち接触しなければ成り立たないというこの法律そのものをいつか改めてもらいたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。という形でですね、この活動におきましては、第2波第3波来た場合においては状況を応じてまた代表の方の判断の中で活動を事務的にこなすということも考えております。くしも今日はですね、6月2日なんですが、武田先生もお目になっておりますが、ちょうど、愛知県植樹祭、令和元年の、令和天皇が初めてのご婚がこの地愛知県でありました。その当日にこのような場でまた、昭和天皇そして天皇を中心としてトリエンナーレの問題に、メディアの皆さん過去のたくさんの方が、気を引いて見える、その議論に表現の自由についても、気を引いて見える、この当日の6月2日に何か縁があったのかと思うのも、まあ、事務局で思っている語っていることでございます。どうか、今日以降しっかりとですね、有本先生もおっしゃいました、大村県政に対して、悪口そういうものではなく、愛知トリエンナーレで知事として誠実性を見せた、その誠実性が今後愛知県政においてふさわしいかふさわしくないかということを基軸として多くの県民の皆さんにお訴えをさせていただいて、これから活動を準備していくということをお話し申し上げさせて、ちょっと、はい、今日は本能寺の変の起こった日でございます。今日決起をした人は死亡者は首を離れられまして、一緒にだったなった方たちも皆哀れな末路を遂げられました。で、不吉な日でございます。で、自分は明智光秀なんて英文ではありませんが、僕の呼びかけに賛同してもらってくださいました同志に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。国を離れるというか、私だけすみません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは皆さんどうも、長時間にわたりまして、マスコミの皆様本当にありがとうございました。ただいまよりお時間のある、方は名古屋市長の市長室の方にですね、表敬訪問させていただきます。ご同行される方がおりましたらどうぞ、ご同席ください。本当に今日はどうもありがとうございました。